ももしもしああ、よかった出てくれた、ね。助けて。バスで居眠りしてたらなんか知らないところに着いちゃって今自分がどこにいるかわかんないの。 どうやって帰ったらいいかもわかんないの。お願い、迎えに来てお。お母さんに連絡してみたらって。もう何度も電話してみたけど連絡つかなかったの。お願い、助けて。来てくれるのありがとう。 私、ここでおとなしく待ってるね。本当にありがとう大好きごめんね。怒ってる別に怒ってないけど、呆れてる本当にごめんなさい。いつも迷惑か ばっかりかけて、こんな姉、ね、いない方がましだよね。はあ、消えてなくなりたい。そこまで言ってないだろうってでも怒ってんじゃん。怒ってるというよりは、落ち込んでる どうしてそっか。今日一緒にいたお友達って気になる女の子だったんだ。デートを途中で切り上げたから多分嫌われたしかも GPS で私の位置情報を把握してるのがバレてどん引きされたのああ 本当にごめん。私のせいで。あ、そうだ。私がそのこと直接会って説明しようか私がすっごいドジで方向音痴だから仕方なくそうしてるって説明すれば。いや、そんな悲しそうな顔で気にしないでって言われても。本当にごめんなさい。 え夕飯終わったら許してくれるのあもちろんいいよ。あ、そうだ。焼肉行くおととい焼肉食べたいって言ったもんね。昨日バイト代が入ったから少し高めのお店行けちゃうよ。今から電話して予約取れるか確認してみるね。 願おう。今日もありがとう。助けに来てくれて。私を選んでくれて。君がそうやって、私を優先してくれる子で、本当によかった。君がそんな優しい子だから、今回は。 誰も傷つかずに済んだわ。でも、そろそろ気づいてほしいな。私、できればもう道具は使いたくないの。君も仲良くなった女の子が怪我をするのはもう見たくないでしょ だから、気づいて。わかって。君はずっとずーっと、私だけのものなの。誰にも渡さないからね。